友近敏郎は日本の政治家、元サッカー選手、立憲民主党所属の元参議院議員。サッカー選手時代のポジションは FW で、ニックネームはズーパー。父は松山市議会議員の友近ただし、祖父も元松山市議会議員である。1975年4月24日、愛媛県松山市に生まれる。小学校在学中に、 地元の松山サッカースクールに入団し、全日本少年サッカー大会ではベスト16まで進出している。1991年に愛媛のサッカー競合校として知られる愛媛県立南宇和高等学校に入学した。同期に大木勤がいる。2年時に同校サッカー部は全国高等学校サッカー選手権大会に出場し、ベスト8まで駒を進めた。 特に3回戦では、前年度優勝の提供高校から2得点を奪い、2から0の勝利に貢献した活躍は、語り草となっている。1994年には、早稲田大学人間科学部スポーツ科学科に進学し、足機集キューブでプレーした。大学卒業後の1999年に、ドイツに留学して、カブリーグでプレー。 地域に密着したサッカークラブの有様さまを具に観察する機会を得て、友近のサッカークラブ間に大きな影響を及ぼし、帰国後生まれ故郷の愛媛でプレーをする伏線になっている。2001年に当時日本フットボールリーグの愛媛 FC に入団。フルタイムのプロフェッショナルではなく、サラリーマンとして働きながら、地元愛媛でのプレーを始めた。サポーターからは、 ズーパーと呼ばれて親しまれた。ズーパーはスーパーをドイツ語読みしたものである。地元出身の選手であり、地元の強豪校南宇和高校の中心選手でもあったことから愛媛での人気が非常に高かった。ドイツ留学の経験から、故郷のクラブである愛媛 FC の地域密着、普及、発展を願い、愛媛に J リーグができればそこがディズニーランドになるという友近独自のスローガンを、 打ち出して、愛媛 FC の J リーグ昇格、地域への浸透を積極的にアピールした。2005年の愛媛の JFL 優勝、J2 昇格に貢献した友近は、2006年シーズン終了後に現役を退くことを明らかにした。2007年1月31日をもって、愛媛 FC を退団した。その後、生涯、スポーツの素晴らしさを子供たちに伝えていくため、 2009年シーズンより松山クラブ2002へ入団した。所属クラブ個人成績記録2007年2月8日、民主党代表の小沢一郎とともに記者会見を開き同年実施される参議院議員選挙の愛媛県選挙区から無所属での出馬を表明した。7月29日に行われた第21回参議院議員通常選挙において、 自由民主党現職の席や勝つつぐを下し、初当選。8月6日には、参議院会派、民主党、新緑風会に入会した。2009年10月20日、小沢の要請を受け、民主党に入党した。2012年、野田内閣による、消費増税法案の閣議決定に抗議して3月30日に、政調会長補佐の辞表を提出し、4月23日の、 党役委員会で受理された。7月2日には民主党に離党届を提出し、7月3日に受理された。同年7月11日の国民の生活が第一の決闘に参加した。同年の衆議院解散を受けて、12月16日の第46回衆議院議員総選挙に所属する国民の生活が第一が回答し、合流した日本未来の党公認候補として、 愛媛2区から立候補することが内定。12月4日の工事を受けて立候補を届け出たため公職選挙法の規定により参議院議員を退職した。総選挙では得票数第3位に終わり落選した。国立競技場将来構想ワーキンググループの施設利活用員を務めた。2013年4月より公益財団法人。 笹川スポーツ財団特別研究員を務めた。2021年3月28日、同年中に行われる第49回衆議院議員総選挙に立憲民主党から立候補することを表明。その後、愛媛一区の総支部長へ就任。10月31日、投開票の結果、塩崎昭久に敗れ、比例復活もならず落選。ありがとうございます。